こんばんばはススワシワシです今日2つ目の横動画雑談動画更新です。あの実は僕今ちょっと引っ越しを控えてましてあの今月今月であの色々荷物整理とかいらないものいらないものを捨てまくったりもうなるべく必要最低限の荷物であの引っ越しをちゃちゃっとサクッと進めたいんですけどあのそんな中 あの、引っ越しの契約とかする、いろいろ手続きあるじゃないですか。電気、水道、ガス、インターネットとか、もうそ、そう、そいう関係の電話が毎日いっぱいかかってくるんですよ。まあ、その、僕、引っ越し経験したのが、えっと、1、2、これで3回目かな。3回目で、あの、まあ、そういう流れはずっと分かってたんですけど、まあ、でも、あの、5年ぶり、5年ぶりの引っ越しの手続きで、やっぱり、全然慣れてなくて、その、その電話の、 たくさん来る電話の中で、あの、今日、今日さっきかかってきた電話が、なんかその、あの、ウォーターサーバーの導入、導入ぜひしましょう、みたいぜひしてください、みたいな、あの、電話だったんですよ。なんか普通に流れ、流れのままに、あの、まあ、契約っていう形にしたんですけど、あの、よくよく考えたら、その、別にそれ絶対に必要ってわけじゃなくて、まあ、その、 引っ越し、その引っ越しの、なんて言えばいいんでしょう、そのサービスというか、まあ、同じ、同じ電話番号からかかってきたので、なんかその特別、特別なんかその、無関係の営業電話ではないって思ってたんですけど、まあ、どうやらその、その引っ越しのけ契約するにあたって多分その、付属で、そのウォーターサーバーのけ契約させるというか、そのえ、あの営業ノルマみたいなのがあるのかもし、 知んないけど、まあ、そういう電話がかかってきまして、そのどさくさに紛れて、なんか契約させられまして、うん。で、そのなんか、断れない自分にちょっと、今、ちょっと、いや、ちょっとムカムカしちゃって、もうずっともやもやして、なんかどうしても動画、動画に撮りたくて、こういう、今喋ってるんですけど、あの、まあ、でもその、その契約の書類が後でその、あの、 今住んでるところに手紙が届くんですけど、その手紙が届いてから、あの、8日以内だったら、そのクーリングオフができるということなので、そのもうと、届いた、手紙が届いたって確認できたら、もう速攻でクーリングオフ申し込みたいと思います。うんまあ、本当にいらないんで <laughs>。いや、その、引っ越し控えてて、あの、もう、うん十万も出費があるのに、さらにそういうなんか、 別に、水道水で生きていけるのに、ウォーターサーバーなんかっていう、その月々何千円とか取られて、しかもその、プラスなんかを、あの、安心サポートサービスとか、なんとかお買い物優待サービスとかって、またその600円、500円とかいろいろ取られちゃってて、取られ、取られる、取られる予定になってるから、もうそんな1円も払いたくないし、余計な出費増やしたくない、僕、ミニマリストに、これから、 なっていくつもりなんで、なんか本当に悔しくて悔しくてたまらなくて、その電話の時に断れなかった自分が。なんかそういう営業電話って大抵その一回電話出ちゃうと、もうそのこちら、こっちが OK っていうまでずっとずっとあの相手が喋り続けるというか、あの相手が絶対にこちらの断りを聞き入れない感じじゃないですか、インターネットとか、あのあとは不動産投資とか、そういう。 そういう勧誘の電話って、なんか、未だになれないんですよね、その断り方というか。まあ、その、電話が終わった後に、その、1円も、1円も出費を増やしたくないっていうのを思いついて、あ、これ言えばよかったって、 ずっと後悔してるんですけど、なんか一円も増やしたくない、余計な出費を増やしたくないっていうふうに言えばよかったのに、その、まあ口車に乗せられて契約を進めちゃった自分が悪いですね。本当になんかもう、もう僕今年で33歳なんですけど、未だに、未だにそういうあの断り方というか、そういうコミュニケーション慣れてない自分が本当に嫌気させてたまらなくてもやもやして、どうしても発散したくて今この動画撮りました。 なんかその、もうぐる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 頭の中で考えちゃうと、もうね、眠れなくなっちゃうんで、寝つけなくなって。なんか本当本当は僕その、多少外がうるさくても、なんか自分が眠けりゃいつでも寝れる体質なんですけど、なんかこういうふうに自分がやってしまったミスとか、あの、すごい後悔、後悔してることとか、あとはその、これ、なんて、その不安なこととかがあると、ずっと頭の中考えちゃって、あの、もう不眠になっちゃうんですよ。ね、全然寝つけなくなっちゃって。 その、何かその、もうその思い残すことっていうかその不安要素がない状態じゃないと、そのゆ、ゆっくり寝れなくなっちゃう体質なんで、はい、ちょっと発散したくて動画にしました。はい、なんかね、本当なんでしょう、あの、そのお水がね、その、 えっと、24リットルで4000円って言うんですよ。まあ、その、まあ、その時、電話で話してた時は、ああ、そんなもんかって思ってたんですけど、よくよく考えたら、あの、ドラッグストアとかで2リットルのお水、70円とかで買えるじゃないですか。で、その70円、で2リットル、で24リットルだからかける12で、 えっと、12だから840円っていうね、24リットルで。普通に買った方が全然安いじゃんっていう。どうしてその電話してる時に気づかなかったんだろうって、それも後悔してるし。全然何にもお得じゃない。もう、あの、本当にね、困ったら、お金困ったら水道水飲んでい食いつないでいけばいいし。本当にもう、いらないもん、なんで電話してくんの本当まあ、そのね、その、ち、その不動産会社とそのなんか連携し、提携してて、その、 なんか営業ノルマがあるのか知らないけど、もうそのどさくさにまきれてそういう、なんか別に必須、契約必須じゃない電話もしてくるのが本当困ります。もうなんかちょっと名指ししようと思ったんですけど、まあちょっとね、その企業相手だから多分こっちが負けると思うんで、その具体的な名指しはしないけど、まあとにかくそれでムカついたというお話です。はい。ね。と思います本当に。なんか。 まあ、とにかくクーリングオフを絶対に通します。はい。クーリングオフ、その、なんだろうな。もしそのこれ、そのこ,これをク,クーリングオフの申し出を聞き入れていただけない場合、消費者,消費者センターにも相談させていただきますみたいなものも、あの、ちょっとそういう、ちょっとこう強めな推しを入れつつ、なんかメール、その電子メールでもクーリングオフ受け付けらてくれるらしいんで、ちょっとそれもしっかり書いておきます。消費者センターに相談しますみたいなことも。 まあ、とにかく余計な出費を一つも増やしたくないから、だってね、引っ越し控えてるやつ、引っ越し控えてる人なんてさ、あの、金欠に決まってるじゃん、数十万が取るとぶんだからさ、な、なんでそんな時に営業かけてくんのかなって,って、もう最悪。マジで最悪。個こちんちん。ちんこ。マジ。ビチグソぶっかける。マジ。ビチグソ、ビチグソ、ビチグソ。はい。以上でございます。こんな感じね。なんか、その、なんだろう。 もうと、とりあえずなんか横動画作りたいなって、横動画もアップしたいなっていうので、あの、最近こうちょっと雑,雑談動画をね、投稿し始めたんですけど、まあ、その、ちょっとね、あの、雑談動画ってすごい、なんかコスパいいんですよ。編集しなくていいし、あの、 なんか、自分の巣の素、ただ素を出して、フリートークすればいいだけだから、それでね、結構、結構、まあ、ちょ、ちょっとこう、これね、小銭がね、稼げるかなと思って <laughs>、ちょっとま、引っ越し控えててマジで、ちょっとやばいんで、ちょっと不、不安でいっぱいなんで、ま、でも自分で決断したことだからね、あの、大丈夫、大丈夫っつうか、まあ、ほん、ほだったらね、よっしゃーって、よっしゃー自分で行動できたって喜ぶべきなんですけど、 まあ、いざね、いざことが進んでみると、ああ、やっぱめんどくせえ、なんかこんないろいろ手続きあってって <laughs>、ねちょっと下手ってしまっている、疲弊してしまっている際、あの、今日この頃でございます。はい。でも、あの、頑張ります。ね、引っ越し、引っ越し先はまあ、その地元なんですけど、うん、やっとそのね、あの、またその、心落ち着ける場所に帰れるなぁと思って、うん。まあ、いろいろ考えて、考えてみて、別にその、 地元もそんな不便な場所じゃないから、地元からでもその東京とかそういう都会に全然出向けるし、だから別に、そのね、地元離れる意味ないなと思って、あの、はい、今年、今年中に絶対、今年中に絶対地元に帰る、引っ越す、引っ越すって決めてたんで、はい、やっとそれが実現してよかったです。ね。はい、こんな感じで、あの、まあその、もし、まあその地元帰った後に、その、なんでしょう、引っ越してから、俺なんか、 ね、ゲーム実況とかね、やらないですかとかよくコメント来てたんで、もしかしたらね、やるかもしれない。その、うん、いろいろとね、はっちゃけられるように、やっと地元帰ってきたわーって、この開放感で、そのね、そのノリでいろいろ新しいことをね、始められたらなって思ってるんで、オフ会とかもね、その、うん、どっか広いとこで。なんかそのコメントであったんですけど、例えばその、なんかその、よくその配信者さんとかがなんかワイワイやってるので、なんか渋谷の代々木公園とか、 なんかよくその配信者たちが、わいわいなんかそのオフ会イベントみたいなのやってるらしいんですよ。だから余裕木公園、公園いい,い,いなぁと思ってて今。まあ、まあその、近,その近所迷惑とかね、そのた多少なんかこうそういう、こうわわしても、あの、そんなに迷惑ならない場所がいいなと思ってたんで、あとは海とか、海とか、僕はその、あれ、あれなんで、その湘南ボーイなんで、<laughs> あの、江ノ島、江ノ島とかそういう海岸だったらまあ大丈夫かなっていうのもちょっと考えてますね。 皆さんとね、あのファンの方とちょっとね、交流とかね、<laughs> したいなと思って、その自分がどれだけその、どれだけの人に認知されていて、で、その、なんかオフ会やりますって言ったら、そのどれだけの人が来てくれるのかなって、その自分のその、あの、実際のえ知名度っていうか、実際の影響力っていうのもちょっと、なんか確かめたいなと思, <laughs> 思ってまして、うん。まあいろいろとね、いろいろとその今年の後半は、はい、もうちょっとその、なんか、 その、しわす、し界隈をね、ちょっと盛り上げられたらなって思ってます。はい。まあ、とにかく、頑張ります。もう、俺次第、もう本当俺次第なんで、もう俺が、あの、やるかやらないか、俺がその、何か自主て主体的に、何かその、うん、開催というか、何か、主体、主体的にその何か物事を行うか行わないかだけの話だと思ってるんで、本当に頑張ります。あの、その、さっきのウォーターサーバーの件も、あの、自分でね、クーリングオフ。 頑張ります。はい。そういう感じですかね。あの、プーさんの喋り方、なくなっちゃった。<laughs> 未だにその自分のキャラクターというか、その、売り、売り方、売り方 <laughs> 自分のその、キャラの方向性がまだ定まってないけど、まあでも、なんかね、そのうち固まっていくでしょうって感じですね。はい。じゃあ今日、今回はこの辺で失礼します。ね。また、またあの、 お,ふざあのお上品な歌でお会いしましょうはいまたねバイバイごめんやってこううんファックウォーターサーバー